あ、もういるね。こんにちは、マギシです。こんにちは、タカヒロです。今日はドイツにいます。ドイツに住んでる日本人女子にインタビューをしようと思って、で今回のテーマはですね、ドイツに住んでなんか心配事とか、ここが大変だったとか、まあ、そういう経験を教えてもらってもいいですか？そうですね、ドイツに来る前の日本にいた時の心配事をいくつか紹介したいと思います。で、まずよろしくお願いします。一つ目なんですけど、まずは言語ですね、ドイツ語で。私の場合5年前に来た時、全くドイツ語はできなかったです、ゼロ で。大学時代もドイツ語を例えば第二言語で専攻してるとか、そういうの全くなくて、本当に全くゼロの状態でドイツに来ました。で、初めの1年間は語学学校に通って B2 ベーツバイですねまで、終わりました。で、その後運よく、仕事が見つかったので、そこで働きながら夜間のドイツ語コースに通いました。いわゆるビジネスドイツ語という形なんですけど。そうですよね。だから基本なんかみんなドイツ語勉強してからドイツに行きたいという人が多いかもしれないんですけど、実際はドイツに行ってから勉強した方が伸びは早いんですよね。毎日こうドイツ語聞こえてドイツ語を話さないといけないので、こう日本でもちろんちょっと勉強しといた方がいいかもしれないんだけど、実際はドイツに行ってから、そうですね、日本で勉強しておくことに対してするに対して越すことはないですね。要はした方がいいと思います、ただ本格的に勉強が始まるのはやっぱりドイツに行ってからになりますね、で、その語学学校はどうやって見つけたんですか？語学学校は日本にいる間、妻が仕事が決まっていたの で、でその周辺で安い語学学校を探したんですね。で、家の近くにたまたまとても安い語学学校を見つけたので、そこに申し込んで、通うことになりましたね。教科書は何を使ってたんですか、ドイツ語の？その教科書はですね、その語学学校独自で発行されているヴォルケンクラッツァーとかいう、テキストで、でそれが A1 から A2、B1 までそのテキスト使われてて、で B2 からは、いわゆる市販のドイツ語の教科書でしたね、ちょっと名前今覚えてないんですけど、なんか独学でドイツ語を勉強して日本の教科書とか使いました？文法とかなんか単語帳とか。簡単なドイツ語の文法は、初め使いました、でその語学学校が始まる前に 1年、始まる前に1ヶ月ぐらいかけて、簡単なドイツ語の文法を自分で勉強をさらっとしておいて、一応アーアインツのレベル、は分かるようにはして授業には臨みました。で、そしたらそのなんかこうドイツに引っ越します、ドイツでドイツ語を勉強しますってなった時に親の反応とか、そこはどうでした？じゃあ全く心配はされなかったですね、心配はされたと思う、したと思うんですけど、反対は全くなかったです、どうぞ行っておいでっていう形で、私が次男ということもあるかもしれないんですけど、自由に、湘南だったら難しかったかもしれないですね。でもうちの親はそこまで厳しくないので、私がたとえ長男だったとして もう送り出してくれていたとは思いますね。なんかその安全の面とかその辺の心配はありました？ありましたね。当時はやっぱり外国人として、海外に行くことなの で、私も留学経験がなかったので、全くその海外で生活することがわからなかったですね。ですので それに対する心配事はありました、ただ、ドイツは比較的安全な国だと思いますので、例えばリュックサックにきちんとこう、しまっているかどうか確認したりとか、財布は必ずそのポケットのズボンの後ろにするのではなく前の方に入れるとか、そういったことに気をつければ何か犯罪に巻き込まれることはないですね。なんか普通に財布が盗まれたとか携帯が盗まれた、そういう経験はありますか？自転車が盗まれたとか。私はないですね。自転車も？自転車は全くないです。おお、すごい。ただ自転車は3つ
ロックつけてました前輪後輪で、あとその辺にあるパイプといいますか、自転車駐車場に止める、はい、そのバーにくくりつけて、はい、うん、簡単に取れないようにはしておりました、ね、うちはあの学生が多く住んでる町に住んでて、でそこの寮の前に自転車がたくさんあったんですよ、はい、でそこは自転車が3台盗まれました。そうですか。それはあの、うん、ちょっとショックで、でもまあ3回目盗まれたらもうなんかもう気にしないでバス乗ったりそう、でもやっぱりあの喫茶店の中であのお財布盗まれたことはあるの で、はい、であとドイツじゃないんですけど、パリとかフランスに行った時に、はい、その観光地だと専門でこう日本人があんまり気を使わないっていうイメージがあるので、だから日本人の顔をしてたらそういう観光地は特にあの危ない、ちょっと危ないですね。カモにされるということですよね。そう、あ、ちょうどカモがいるんですね、うん、後ろにね。そうそうそう、さっき飛んできた、うん、あのくだらない冗談でしたそう、はい、なのであのそのなんかまあ安全っちゃ安全だけど、頭のどこかに、うん、日本と比べてスターバーみたいにこう携帯ボンと置いとく、置いといてトイレに行くんじゃなくて、隣に人にちょっと携帯を見てもらってもいいんですかってこう言いながら。あ、そうですね、うんうん、そのやり方は違いますよね。日本の場合だと席取りで自分のもの、あるいは携帯財布をポンと置いて、うん、ね、あの注文しに行きますけど、ドイツの場合だと貴重品を除いたバッグとかを置いて、あ、そうですね、うん、で隣の人にちょっと見てくれないっていう形で行きますよね、うん、そう、あとはなんか駐車場に必ず入れるとか、うん、そう、まあ、あのなんかこうドイツに住んで、その 親もなんか心配最初はちょっとあったかもしれないですけど、でもこう住んでみてなんか遊びに行ってくれましたとか、なんか、あ、そうですね、あの面白いことは、日本に私がいた時よりもドイツにいる時の方が連絡はよく取ってますね。それ面白いです。面白いです。自分でも驚いててこの距離がある分逆に連絡を取りたいというか、取らないといけないとか、うん、心配させないために連絡取るとか、うん、あるいはドイツで面白いことがあった場合、まあ、シェアするという意味で、あの両親にスカイプであったり LINE であったりメールであったり Facebook のメッセンジャーであったり、いろいろなことを駆使して。そうですね、基本親がなんかいないから寂しいって言いながら、はい、こうなんかスカイプもあるし LINE もあるし、はい、Facebook もあるから、まあ、あの普通に頻繁的に連絡取れる、無料で連絡取れる方法があるので、そこの心配も、まあ、そこまで心配することじゃないんじゃないかなと思います。そうですね、うん、なんか病院とか、 なんか一人で病院に行くとかそういう心配はありませんでした？その時ありました。かなりありましたというのは、私日本でいる時に、まあ、眼科であったり皮膚科であったり、うん、ね、内科であったりよく医者にお世話になることが多かったので、うん、ドイツに来た場合どうなるだろうと思ったんですね、うん、でやっぱり案の定ドイツに来て3ヶ月目ぐらいの時ですかね、うん、もうちょっと風邪をこじらしてしまって、これはどうしても医者に行かないといけないということで行ったんですよね、うん、で基本的にドイツの医者であれば英語であれば通じます、はい、全然コミュニケーション取れます、ね、そうですよね、はい、あとはなんかその病院のやり方とか一人でできましたか？あるいは最初はなんか通訳者を連れててとか一人で頑張ってみましたか？あ、そう、私の場合は妻がいたので、うん、あの頼ることができましたね。で、うん、ただ、そういった頼る方がいない場合でも、うん、例えば最初にドイツに来た場合、うん、公的な保険ではなくプライベートな保険に入ると思うんですね、うんうん、でプライベートな保険というのはドイツの医者とか病院にとってはあのドル箱なんですよ、うん、もう美味しいお客さんで、うん、なのでかなり丁寧に扱われますね。極端な話、もうドイツですと結構こう予約を取るのに時間かかるんですけど、うん、プライベートでの患者ですといえば、うん、すぐに予約が取れたりとか待ち時間なしで案内されたりとか、うん、あるいは他の人が待つ待合室とは別の特別な待合室に呼ばれたりとか、うん、まあその場合に高かったですよね。まあそうですね、まあ、でも保険会社が払うんで、うん、そう、なんかドイツの友達は日本に住むと特に男性の方は日本の風邪薬があんまり効かないとか量が少ないとか言うんですけど、に日本人としてドイツの薬は大丈夫です？効きますね。効きます。効くというか、なんかそれ言うと法律上問題とかになってしまうんで効くような気がしますね私は。
あるいは、予防のための、方法が結構発達してて、面白いのが医者に行きました、喉が痛いですと、言った場合、じゃあハーブティーを処方しますとかそれ全然ありますよね、こちらと。 それ結構面白くて、でそれでドイツのハーブティーを逆に飲むようになってしまってそれは驚きですよね。だからまあ基本なんかいろいろ心配事はあったけれども、住んでみてそこまで心配するところじゃなくてなんとかなったって感じですよね。そうですね、そうですね。あ、皆さんも、まあ、もし心配事があったらどういう心配があるかをコメントの下で教えてきてください。で続きはあのドイツで働いてみて、なんかこうドイツと日本の会社の違いについての動画もあるので、もし続きも見てきてください。ブストネスマーチュース。